ね、いつまでなんだろう。今日まで変えてくれんのかな、ショールームさんが。2周年記念配信みたいな。白に合うね、ありがとう。髪色いいね、素敵です、ありがとう。さっきね、新しいファンデーション買ったんで塗ってみた。なんかやっぱ肌、まあ髪色が黒くなったからか、色が白く見える。1月29日初めてお話会行く、お待ちしてます。チーク塗ってない、チーク。じゃあ今日はこのチークで行かせていただきます。セザンヌパールグローチーク、頬に贅沢なパールをまとうツヤハリ感チーク、これでいきたいと思います。専用のブラシで塗ってみるぞ。これはめっちゃお安い、なんで買ったんだっけ、なんか安いし可愛い色だなと思って買ったのかな。塗りすぎ注意だって。あ、言うんじゃない、でもいつも使ってないよこれは近くにあったから使ってる今、懐かしい。なんかさ、昔さ、エチュードハウスのさ、ティントがめっちゃ流行っててさ、みんな使ってたから買ったけど一回も使ってない。なんか固まってる中、なんか昔本当にエチュードハウスのティントがめっちゃ流行ってて落ちないみたいな。でも一回も使ってない。韓国行った時にね、めっちゃ買ったんですけど一回も使ってない。うん、懐かしいだって、流行ってたねだって。それ全然、ほらめっちゃ懐かしいって来てる、めっちゃ流行ってただって。え、すごい。なんかさ、前までコスメとかの話したらさ、めっちゃコメント遅くなってさ、わかんねえとかさ、めっちゃ言ってたけど、懐かしいってめっちゃ言ってる。すごこれマジで、なんかみんな使ってた昔。そう、めっちゃ乾燥する。あとこれペリペラ、私ペリペラのティントめっちゃ昔使ってたんです。これじゃないけど、水のティント、水ティント。でもこれもペリペラだから買ったけど、多分一回も使ってないと思う。で水ティントが好きだったんですよ、なんか私。なんか自然発色って感じで。懐かしい。めっちゃペリペラのティント使ってたんです、昔。みんな知らない。なんかさ、めっちゃ可愛いさ、グロスとかさ、捨てた方がいいのかな、なんか。もう昔使っててさ、今全然使ってないグロスとか捨てた方がいいよね多分。ほらめっちゃ可愛くない、色めっちゃね。これ2年ぐらい前に使ってたけど、2年間ぐらい多分使ってないと思う。これもう捨てた方がいいのかな消費期限とかないけど捨てた方がいいだって。めっちゃ可愛いじゃんね、色。しかもこれ限定品だったの。私ね、結構2、3年ぐらい前に限定品のコスメ全部買ってたんです。なんか可愛くて全部買ってた。限定品って聞いたら全部買ってて、これも限定品でめっちゃ可愛いと思って買ったけど、これサブならした方がいいのかな。めっちゃ可愛いじゃん。でもさ、持っててもさ、多分つけないと思う。もう今つけよう。めっちゃ唇明日荒れたらどうしよう。雑菌が繁殖してる可能性ありますだって。つけちゃってじゃん。でもめっちゃいいんですよ。やだ。だってそんな使ってないし、グロスとかめっちゃある。え、これも限定品。これ
これ、これとこれがね多分ね同じ限定だったんだと思う。欲しくて可愛いと思って、でこっちはこっちめっちゃ使ってたけど、こっちね結構青みピンクだったからあんまり使わなかったんだけど、これめっちゃお気に入りだったんです。これはでもあんま使ってないからまだいけるかも。めっちゃね限定品めっちゃ好きだったんです。え、めっちゃいいじゃん。やっぱ捨てない、捨てないで使おう。で可愛いんだもん、うん、可愛いから捨てません。でもねこれはさすがに捨てようって今思ったんで、出てきた。めっちゃお気に入りだったんですこれ。昔ねめっちゃこの CC クリームめっちゃ使ってた。でもこれはもうさすがにもう使わない。うわなんかすごい、もうこれ多分5年ぐらい前のなんか中からオレンジ色の液体が出てきた今開けたら。これは捨てます。あとさ、まだ開けてないのとかある。これこの限定、やっぱね限定、ほら限定、スプリングリミテッド2019って書いてある。やっぱ限定のやつめっちゃ買ってたんです昔。開けてない、でもこれ開けてないからまだ使えるってこと。誰か欲しい人いますか。2019年開けてない、そうこれまだ開けてない、使ってない、使いたかった。あ待って、めっちゃ探してたこれ、この下地めっちゃ探してた。これねあんま使ってないからな、使おう。マジでコスメが本当にマジで鬼のようになる。あ待って、これめっちゃ懐かしい、これお気に入りだった。めっちゃレブロンツイッターかなんかでバズっててね、これめっちゃ使ってた。え待って懐かしい、え待って鬼夏、この色とか買ってたんだ。え、なんで限定品かな、なんで買ったんだろう。なんかピンクメイクが流行った時に買ったんかな。あ見てくださいこれ、 RMK の限定のネイル、めっちゃ可愛くないですか。 RMK の今限定でネイルがあるんですけど買ったんです。じゃーん、でこれを塗った。これは高くない、これね2000円、 RMK のネイルってなんかそんな高くない、2000円ぐらいだから、皆さんぜひお揃いにしましょう。これもう一個買おうかなと思ってる、なくなったら嫌だから。これ2000円ぐらい大きいね。シルバー系珍しい、そう私もね、でも珍しい、可愛いと思って買いました。うん私限定本当にね、限定が大好きで、前まで本当に限定って聞いたらマジで全部買ってた、ほぼ。これも限定、これオペラっていうリップの限定の色だ。これ一回も使ってない、なんだろうこれ、なんか限定。マジで私本当に一時期本当に1ヶ月にめっちゃコスメ買ってた時あって、うち1ヶ月でずっと、やばいんですよ大好きなんでコスメ、うん、これをリップ絶対5年ぐらい前の、これめっちゃ、これも処分ですねこれ絶対に。あーこれね処分、そう色のつかないリップが欲しくてこれに出会ったんですよ。でももう色つかないかな、そうもういらないから、なんかもう処分ですね。マジでやばい。え、
これ待ってめっちゃ懐かしい。これ多分初めて買ったマスカラかも。 AKB に入って初めて使ったマスカラ、お母さんが買ってきてくれたマスカラ、ヒロインメイク、うん、AKB に入って初めて使ってたマスカラ多分捨てられないんじゃないかな、これあんま使ってないの。なんか途中でもうすぐ変えたの、みんながね使ってたマスカラに変えて、これはもういいやと思って。でもヒロインメイクってね今逆に使ってる、めっちゃ。でもこれ多分全然使ってないんだよね。しかもまつげだからさ、そんな、あ、でも液体ね、そう、思い出だからちょっと言ってる。じゃーん、めっちゃあるよ、こっちの。みんなの想像の10倍ぐらい。 AKB 入る前メイク一回もしたことない。これは、あ、これこれなんだ、ビクトリアシークレットのグロス。なんか海外行った時になんかお土産でなんか買わなきゃと思ってこれ買ったんだった換金したしなんか買わなきゃと思ってこれ買った。コスメ大好きなんです、こう見えてね。マジでコスメオタ これお気に入り。なんか一時期ピンクのメイクにハマってたんですけど、これはマスカラがモーブピンクでめっちゃ可愛いんです。なんかよく使ってた。これはまた使うべき時が来たら使います。これ見てください。これはなんかわかんないけど入れてる、お茶っ子のやつに入れてる。これはまだ一部、超一部。これはあのイメチェン48で共演したティアーモさんのシール。これでも一部。待って、これ懐かしい。これはね、これめっちゃラメなんですけど、ザクザクしたラメなん。これは宮脇さくらさんが、そう、なんかねインスタでめっちゃコスメを紹介してた時期があって、なんかこのラメが一番いいみたいな、その時書いてたからこれね買ったんです、うん、めっちゃ前、あ、もうアイズワンになる前だから結構前、もう3年ぐらい前。その時めっちゃ使ってたけど最近使ってない。マジでこれラメ、めっちゃ使ってた、うん、めっちゃすごいラメでした。マジでコスメほんとめっちゃある、やばい。なんか友達からもめっちゃもらうし、そう、そういろいろもらういただくから。でもコスメ好きなんで、最近ショールームするときはもうここにね、もうこうやって置いてんの。これ3のシマリングリップジャム、これめっちゃいい。なんかさ、適当なとき、適当なときっていうか、なんかちょっと口に色つけるときにめっちゃ便利。めっちゃ色も可愛いし、なんかね、私はこれ結構、これも結構3、4年ぐらい前に買ったんですけど、結構使ってるずっと。なんか私結構薄めの色ばっか持ってたんですよ、普通の色、普通のピンクとかだから、濃い色にね憧れてた時期があって、そうで、濃い色の何か欲しいと思って、で3の、3っていうところなんですけど、3は一個も持ってなかったけど欲しいなと思ってたんですよ。で、この濃い色可愛いけどどうなんだろうと思って、濃い色でも憧れがあったから、3で濃い色買ってみようと思って、これを買った。一番濃い色、2、3番目に濃い色買ったんですけど、めっちゃね可愛くてずっと使ってます。マジでこれめっちゃお気に入り。なんか今いつも使ってるこれ、
化粧品って賞味期限あるんですかだって。え、わかんないなんかさ、私アイシャドウはね、日本のアイシャドウしか使ったことない。日本っていうか使ったことないけど、韓国のアイシャドウってめっちゃさ、なんかいいみたいに言うじゃん。だから気になってんですよ最近、韓国のアイシャドウいいのか。韓国のアイシャドウ持ってなくて、あのラメ系は持ってるけど普通のアイシャドウ持ってなくて、だから悩んでる。今日も可愛いですね。ありがとうございます。コスメ紹介15分経ったってすごい。まだ語れるよ、めっちゃあるもん。だっていつも使ってるコスメはまだ紹介してないからね。喉の調子どう？痛いですこれ黒、友達にもらった。これ真っ黒のリップ、これはアナス。皆さん、なんと明日 FNS にあのね、あの AKB48 として出ます。皆さん、あのさ、あの FNS のツイッターの動画でね、私が載ってたから、それでね、出るんだって知った方もいると思いますが、明日ね、ぜひ FNS 楽しみにしていてください。楽しみ、キラ帽子だって。私ね、キラ帽子なので帽子かぶってて、ここにキラキラがついてるデカちゃんなので、ぜひ皆さん見つけてください。髪の長い人誰だろうだって。誰でしょう、誰だろう。ワク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 。ポジション毎回違うって。今回はシンポジでした。シンポジ、お代わりの服かわいいやって。これですか、でも刃物衣装もかわいいよ。どこの服ですか？ジラピケ。ジラピケはね、めっちゃ家にいっぱいある。そう、皆さん結構
構プレゼントでねくれる方が多いので、めっちゃジラピケ家にある。おだちゃんあんまりお話か売り切れであんまり詰めなかったなんて。握手会じゃない、お話し会待ってます。でもまだ来れる部あるので待ってます。今再販中。小田さんとお話ししたいだって。ぜひ待ってます、お話し会。明日って周年公演ですよね。だってそうです。今日はレッスンでした。頑張りますせー。16周年公演、私9周年からいるのかな。でもね、周年公演最初の方出なかったから、出てない、選抜チームメイトの中でも選抜のメンバーしか出てない。私はチームメイトの中で別に選抜とかじゃなかったから、出てない周年公演もあるから、そう、何の周年公演が一番初めに出た公演だったか、まあ、覚えてないんですけど、そう、ちょっと覚えてないんですけども、明日は16周年公演です。うん、16年ってすごいよね。しかも明日ゆいはんさんお誕生日、すごい、おめでたい。バッチコイ初めて YouTube で見たけど、ん？見れない一撃が嬉しかった。お、バッチコイ100回放送を迎えたので YouTube に載ってます。見てね。おだいりなちゃん最高ってコメント待ってます。でもダメ、おなやりちゃんのちゃん最高だと薄いから、あの動画をちゃんと見て感想で私のことをぜひ述べてください。みんなおだいりなちゃん最高だったらさ、何この桜ってなるから、あの何このおだいりなの桜みたいになっちゃうので、そう、皆さんぜひね、うん、桜感ないようによろしくお願いします。
どうしたってきた。エリちゃんっていつからおもろいの？てか才能あるね。やば、ありがとう、褒めてくださって。今日はね、ケーキを買ってきたんです。そう、ケーキ買ってきて、今日は夜にケーキパーティーするっていう約束したんで、家族と、そう。エリナちゃん、いつもありがとうの会開きます、今日家族で。夜10時ねって言ったら、もう寝てるかもって言われたんで、ちょっと早めに。今何時だろう、今8時ぐらいかな。え、もうすぐ9時、マジ。そう、家族の間寝るの早い、みんな。私もね、最近ね、寝るの早いと思う。昨日1時に寝た。1時に寝ました。ケーキパーティー楽しみ。誰がケーキを買ってきたの？はい、あたしやで。でもなんかファンデーションいいな、なんかいいな、いい感じやな、顔面いい感じやな。これもまあ限定だった気がする。続くんかいっていうね。RMK っていうコスメブランドがあるんですけど、安いんですよ結構。マジで安くて可愛いからなんか買っちゃうんです。これめっちゃ使ってた、これ最近まで使ってた。もう減り具合でわかるでしょ。あれ、あと1色あったよね。みんな興味ないかもしれないけど、ちょっと見てほしい。
そう、安いんです、RM 系のグロスって。いくらだったっけ ?2000 円ぐらい、うん、見てあげるだって、ぜひ見て。ほらほらほら。てか待って、4本。今んとこ4本。じゃーん。全部 RM 系。そう、かわいいし。うん、これめっちゃ使ってた、最近までずっと使ってた。そう、これもね限定品で買ったけど多分一回も使ってない。これそうめっちゃ可愛いんです、これ全部。そうだから買っちゃうんです。うん、2本目と4本目同じに見える。2本目と4本目、どれだ、どれとどれ、これとこれ、これはちょっと紫がかった薄め、これ真っ赤クリスマスって感じ、これが青みピンクで、これはあのねピンクって感じで、コーラルピンクって感じ。うん、かわいい、ペンライトみたいだって。はい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 、うん、エリーナ、エリーナ、エリーナ。って感じですね。お、待って、これなんだ？これアイブロウかな？なんか私さ、髪の毛の色さ、暗くしたからさ、今の色これなのかな？なんかさ、前までさ髪の毛ちょっと色明るかったから明るめのやつ使ってたけど、今なんか部屋にあったからこれ使ってみる、暗め。これいいな、明日これにしよっかな。うん、あ、じゃあ明日これメイクポーチに入れないと。でもなんかちょっと暗すぎるかな、暗すぎてちょっとやぼったい。ちょっとね、髪、地毛っていうか髪の毛より、あの、明るめの方がいいんですよ。眉マスカラって。これだとちょっと暗いかも。暗すぎてなんか。うん。そんなことないかな。鏡見たい。鏡見してください。鏡。鏡、うん、もうやだ、ここで見る、ここで見えない。てかさ、全然関係ないけどさ、私 MIMC のチークお気に入りだったんですよ。でもね、いっぱい使っちゃってさ、もうボロボロになっちゃったから捨てますね、新しくします。でもこれチークのとこだけ変えられんのかな、リフィル。でももう蓋が壊れちゃったんだよね、これ。そう、使いすぎてもうボロボロ。そう、よく使った、これ。え、てかこの色かわいいな。これは堀美央奈さんが紹介してて買いました。で、堀美央奈さんってめっちゃ綺麗じゃん、メイク上手だし、だから真似して買ってみた。うん、本とか見て研究とかするのだって、本はあんま見ないかな。なんかインスタとか、なんかネットでなんか可愛いなって、この方すごい可愛いって、なんで可愛いんだと思った時に、何のコスメ使ってるんだろうって気になって調べて、いいなって思ったのを買う。うん、かな。
じゃあ大ちゃんが使ってて全部買います。あらあらやだあら本当かしらそれ、あらやだ、あなた本当に言ってんのそれ、あーやだでも私はね、まあ、ナチュラルが好きなんですよ私は。あなた本当にもう内側からなんですねみたいな感じが憧れてるので、もうなんか塗ってますってよりかはもう なるほど内側からなんですねになりたいんですよ私は。だから本当はナチュラルな感じでいきたいんですけど、まあ、塗りすぎちゃいますいつも。そう本当それが一番難易度高いんです。顔が綺麗な人じゃないとそれはできないんですよ。なんか顔が綺麗だったらさもう何でもいけるじゃないですかメイクとか。そうそう、でも私はそうじゃないのでなるべくそれに近づくために、まあ、頑張ってないんですけど、まあ、自己流なんですけど、そう、まあ、そういう目指してます。いやいやいや、私のすっぴん本当のすっぴん見たことないので皆さんやばいですからね本当に。クマすごいし、いや本当に顔色くすんでますし眉毛眉毛薄いしいっぱい整えてるので、はい、なのでうん、見ることないから大丈夫だって。眉毛は生やしたらだって、眉毛はなんか描いて好きな形にしたいからめっちゃ剃ってる。でもまあなんか今日電車乗ってたって不意にね眉毛をなんか昔なんか上地雄介さんがやってたんですけど、眉毛をねここに切り込み入れるみたいな眉毛してたんですよ。なんか2本線ビュッビュッってなんかそれをやろうかなって今日電車乗ってる時に思っちゃって、そう分かんない、なんでか分かんないけどなんか思っちゃって切り込み入れてみようかなってそう、それしたらなんかいけてるのかなって、いけてるかなって思って、そうやってみたいなって思って、動揺するけど好きでいますんだって。なんか昔ゆうこさんがさ2ブロック入れてたの知ってます？なんかここ2ブロックっていうのはここをなんていうの薄毛にしてなんだろう2ブロックみたいなのあるんですけど、まあそういう感じで
私はでも中学生の時になんか眉毛がないのが本当一瞬めっちゃかっこいいと思って、めっちゃ眉毛ないっていうか眉毛本当にめっちゃ薄い時ありました。全部抜いてずっと抜いてて、なんか眉毛がない方がかっこいいと思った時ってありません？そう、ね、なんかめっちゃ中学校の卒業の時の写真とか見たらめっちゃ眉毛ない、描くとかもなかったからさ。そう、でもしかも私はでも中3の時自分で髪の毛切ってたからね、こう横とか、そうやばかったんですマジで、髪の毛自分で切って、そうなんかもう、気合入ってた、いつも。で、そうなんかヤンキーとかじゃないけど自由になんかもうフリーダムって感じだったんです。だから学校もオレンジのカーディガン着て、自分で髪切った髪の毛で眉毛なくて星のリュック背負ってそう星のリュック、お星様のリュック背負って、でも反抗とかないんですよ。そう、もうみんな、私はもうほんとみんな友達みたいな、中3の時は。そう、髪の毛も染めて、中学校の3の夏休みお兄ちゃんに染めてもらって茶色に。で、私は合唱コンクールの指揮者だったんですけど、で1回ね、夏休みの終わりに黒にしたんですけど、なんか色落ちしてきてさ、光に当たるとさ、あのめっちゃ茶色くなるじゃないですか、なんか色が変になるじゃん。だから先生に呼ばれて、お前染めただろみたいな呼ばれて、染めてないですってなんか言って、でも私学生コンクールの指揮者だったから、なんかそういうなんかちょっとことダメだなって思って、もう一回黒染めしたんですよ、2回も。そう、黒染めして、で指揮者終わって、でもなんか何回もさ、やっぱなんか髪染めて黒染めするとさ、髪の色なんか光に当たると赤くなるじゃないですか。それがそうなんか嫌だなと思ってめっちゃ黒染めしてました。でも全然もうほんとめっちゃいい子でした。私指揮者は本当なんかめっちゃ合唱コンクールが大好きだったんですよ。で指揮者でね、私その時のクラスもめっちゃ好きだったんですけど、で指揮者終わった後にまたやるじゃないですか。でその後私この両手にね、あの笑顔って書いてたんです、漢字で笑顔って笑顔って書いてて、でそうやってなんか合唱コンクールでなんかこうやってステージ上でみんなが緊張してる中、こうやって見せたらなんかみんながなんか安心するかなって思って、こうやってバンって指揮者 の真ん中に立ってみんなにこうやってバンって見せたら、みんなええみたいな顔してて、そうすごい、あえ伝わんないみたいな思っちゃいました。私本当に合唱コンクール好きで、前日の最後の練習の時泣きながら指揮してたんです。楽しくて、もう楽しいじゃない、もうなんか好きで、もう全部がクラスも好きで合唱コンも好きで、もうなんか全部が思い出すぎて、もう最後泣いちゃっても泣きながら指揮してた。そう、
いい思い出。クラスメイトだったら仲良くなれないけど、多分陰ながら好きだって。私クラスメイトで仲悪い人いなかったですので、中3の時はね、クラスメイトみんなと仲良かったので、多分みんなが同じクラスでも絶対仲良くなれる自信があります、中3なら。スモアのネモハモダンスコラボ動画出ただって。お、皆さん、スモールワールズのネモハモダンス動画出ました、見てね。私とあのスモールワールズのあのアンバサダーの3人とホリプロのワトウィンさん、ホリプロさんのワトウィンさんっていうなんかアイドルさんなのかな、アイドルさんと一緒にコラボさせていただいて、スモールワールズでネモハモルーマを踊らせていただいて、それがね、もうすごいんです。私あんな大作になると思ってなくてびっくりした。そうだからめっちゃね、スモールワールズって感じで本当にすごい動画になってるので、ぜひ皆さん見てください。どこに載ってるんですかね今、 TikTok？ 今日の夜に出るよっては聞いたけど、あ、つべだって、ようつべ YouTube 見てね。うん、ではでは、じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。明日は16周年頑張ります。あと FNS も見てね。では最後におランキング読みます。いきます。13位タニタニ、11位ファデル、あ、間違った、13位タニタニ、12位ファデル、11位トッサンアットおだし、10位ヒノト、9位中堅、8位マーアットおだし、7位ソニーアットおだし、6位ごめん先生、5位直樹、4位みやちゃん、3位ひとくまさとる、2位プロスペクト、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。じゃあまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。